コジです。今日は4月30日ということで、4月の最後の購入履歴をやっていきたいと思います。値段別というか種類別でご紹介していきます。最初にですね、こちら、スーパーファミコンのパチスロ物語ユニバーサルスペシャルですね。ユニバーサルスペシャルということで、ユニバーサルエンターテインメントのスロット系かなと思っております。で、もう一つが、こちらが価格が110円ですね。焼けもすごいです。はい。で、次が、パチスロ必勝法、ヤマサ伝説ですね。こちらが220円になります。スロット系が2本ということになりました。で、次に、こちら、プロフットボール93ですね。エレクトロニカーツとビクター株式会社。こちらの価格が110円ですね。で、これはアメフト系のカセットになります。で、4本目が、こちら。ガンダム F91 フォーミュラー戦記0122ですね。こちらが220円で、すごい基盤でいます。本当に半分半分。これ元からこうっていうことなんですか？で、これもまだちょっとですね、先の動画になるんですけども、それ関連で買ってきたゲームソフトですね。こちら、セブンスクロスでちょうど隠れちゃってるんですけども、ドリームキャストですね。ドリキャスです。価格が500円です。で、整備用紙がちょっと色あせしてますね。こちらと、もう一つ。こちら。バイオハザードコードベロニカですね。カプコンさんですね。で、盤面が傷ありますっていうことは一応言われました。で、価格が500円。で、こちらプレステかなと思う方もいるかと思うんですが、こちらもドリキャスですね。はい。となっております。4月下旬の購入履歴というものに関してはこちらの6本という感じになります。すごい短い動画になっちゃいそうですね。ちょっと短すぎるかなと思ったので、ネタ的にガシャポンですね。で、自分興味があるとやってるんですけど、ジャレコビンズコレクションというのをやっていまして、で、もうちょっと開けちゃったのが1個あるんですけども、こちらが以前出たやつになります。シティコネクションですね。で、こちらカセット型のピンズになっている感じです。今回は、5月ですかね。間違っていたら下に、修正のテロップを入れておきます。こんな感じですね。で、同じくピンズになってます。結構気に入ってて、このシリーズはガチャガチャあるとやってしまってます。という小ネタを含めた、今回はですね、4月、後半の、ハードオフでの購入履歴を紹介してみました。ということで今回の動画は以上になります。次回の動画もまたお暇でしたら、ご視聴してください。それではこれで以上になります。失礼します。